二代、長谷川貞信10月18日昭和15年6月21日は、明治時代から昭和時代にかけての大阪の浮世絵師。初代、長谷川貞信の長男。本名は徳太郎。天下茶屋に住んでいた。後に、騎士の里に引退、その地で没した。父の初代定身のほか、歌川薫梅にも学ぶ。はじめ昇進と称した。 慶応元年頃から昇進の号で描き、明治8年に父から帝神の名を譲り受け、二代目、長谷川貞信と称した。初代帝神は、役者絵や、何は百景などの風景版画の分野を得意として、幕末から明治初年にかけて、上方浮世絵会で活躍したが、二代帝神もその、伝統を受け継いで役者絵を主に描いている。その他に、神戸名所、 何は名所、何は十二景など、開花期の風景が、風俗が、玩具へ、武者へ、戦争へ、美人が、日々新聞の差し絵や同伴画を手がけている。昇進を名乗っている頃には、晩秋神戸海岸繁栄の図をはじめとして、神戸、大阪の居留地などを舞台に、鉄道、鉄橋、西洋館など、明治初年の文明開花の風俗をよく描いた。 昇進時代に描かれた神戸を題材にした、開会は、開港当時の風俗や、居留地の景観を知る数少ない資料として貴重である。また、停心を継いだ後は、西京新聞や、西南戦争に題材を求めた西京を多く手がけた。同伴画や石版画が普及し、浮世絵の需要が衰えた、明治10年以降には、商店の引き札や、輸出茶の商標、 芝居への番付なども描いている。また、明治17年、中盤の役者へが中心であった、情報役者へ会に、大盤の半径を復活させている。明治43年頃まで作画をしている。去年93、墓所は、初代と同じ天和で寺。法名は、明徳院、帝神返上古寺。二大昇進は、初代帝神の次男で二大帝神の弟。 定吉が継いだ。また、門人に、中村貞治、三代目、長谷川貞信らがいる。ありがとうございます。